おいしいなる。本日はですね、国際犯罪捜査要項の制定についてということについてお話をいたします。これは広島県警が多分持っているものだと思いますけれども、ちょっと表題だけ見せますね。警察本部長、昭和55年ですね。題名ここにあるかな。国際犯罪捜査要項の制定について歴史通達ということで、なぜこれを、私が持って調査をしていたかというと、5年前ぐらいでしたかね、6年前ぐらいでしたかね、広島の南朝鮮領事館の、車両がですね、シートベルトをしないで、なんていうんですか、運転していたという事実があったんですよ。当然それで110番通報をしたんですが、まあ、警察は検索したけど見当たらなかったということで、まあ、その時の捜査は打ち切りました。でその後にも何年か後にも、ですね、私が6月22日の日に南朝鮮総領事の自宅の前で待ってた時があったんですよね。これは私のブログ、シーサープログの方を見ていただければ、その内容は分かる箇所が確かあると思います。で、その時に運転手の、南朝鮮の運転手の公用車が来たんですが、T の字になってるんですけど、そこに、堂々と止めていて、他の車が来たら通行できないような状態で、総領事、広島の領事を待ってたんですよね。でこれこういうやり方をねいつもやってんだ、道路交通法をちゃんと守って端に寄せなきゃならないじゃないかということで、その時も110番通報を私はしました。そしたらなんだって言って、運転手が私の顔を写真撮ろうとしたんで、なんだいいよって、じゃあ写真撮れよって、その代わりお前一緒に撮るかっていうふうに言ったら、なんかいや撮ってないよ撮ってないよって携帯電話こうやってなんか撮ってないっていうふうに言ったんですね。それでその時にたまたま周りに、広島県警の警察官が、10人ぐらいいたかな、ちょっとわからないけど10人ぐらいいたんですよ。でそしたらその南朝鮮の運転手がですね、警察にね泣きを入れるんですよ。これこいつどうにかしてくれよって、自分たちが反日活動をやっていて日本人はって言ってやってるのにね、日本の警察に助けを求めるのかっていうふうに思ってですね、私すごくびっくりしたことあったんですけれども、まあそういうこともあったりとかして、まあその前のその中間あたりですね、シートベルトの件があって、しばらくしてからですね、これ取り締まれないのかと、なんで取り締まらないんだっていうことをですね調査したんですよ。で東京なんかではちゃんとシートベルトはちゃんと検挙してますよということだったんですが、まあ、つい最近もまた路上駐車じゃないんですけど、駐車禁止の件でなんか報道でやっていて、ロシアとかなんか特定の国だけは呼び出すこともできないから検挙することができないんだよということをニュースでやってたんでね、もう一度ちょっとこれ見てみようかなと思って、これをご紹介をしたところです。ここにはですね、どういうことが書いてあるかっていうのは一般の人って知らないと思うんですよ。で、国際刑事警察機構って ICPO っていうこととの、積極的な協力を図ることとか、いろいろ、まあ、国際犯罪捜査要項っていうのは書いてあるんですけど、まあ、その中で当時私が、気になってのはですね、その前に、項目ですね、項目をお知らせいたします。第1はですね、ここですね、国際犯罪捜査に関する一般事項ということです。で第2がですね、外国の捜査機関に対する照会等と、まあ、これは一般の、外国人の、犯罪捜査をする時の対象となるから、まあ、外交官に限ったことではない、ないということなんですね。で、外交官に関することはですね、その次の、ですね、第3の2に、
ここですね、外交官等に関する事件の捜査っていうところがあるんですよ。これもなかなかニュースなんかではここまでやってくれないと思うんでね、ちょっと私ご紹介しようかなと思いました。はい、ここに書いてあるのはですね、外交特権共有者に関する、事件の捜査ということで、まあ、以下簡単にですけどね、ご紹介をいたします。外交官及び外交使節団の事務、技術、職員並びにこれらの者の家族は日本人または我が国に、通常居住している者を除き身体及び名誉の不可侵権を有し、我が国の刑事裁判権を免除されているので、これらの者に関する事件の捜査にあたっては次の点に留意しなければならないと。そして、あ、逮捕等身柄の拘束はできないので、逮捕後特権を有するものであることを確認した場合には直ちに拘束を解くこと、身分の確認は原則として外務省発行の身分証明書によって行うことと、事情聴取に関しては相応の敬意を払い本人が同意した場合には供述調書を作成すること、本人が希望した場合には供述書の提出をもって帰ることと。で、括弧2に、その他の外交使節団職員等に関する事件の捜査ということがあります。そして3番目にですね、高官等に関する事件の捜査。外交使節団の高官、公文書等には不可侵権があるので、捜査にあたっては次の点に留意しなければならないと。外国使節団の高官、および前記に掲げる者の住居には外交使節団の長または責任のある者の請求がある場合を除き立ち入らないこと、重大な犯罪を犯した者が逃走し、これらの場所に立ち入った場合で緊急を要するときは外交使節団の長または責任ある者の同意を得て捜索を行うことと。そして3つ目に、項目として領事館等に関する事件の捜査と、括弧1として領事館、括弧名誉領事館を除く、および領事館職員については公の任務の遂行にあたって、行った犯罪について外交官および使節団の事務技術職員に準じて行うものとすると。括弧2領事館、括弧名誉領事館を除くの事務所には領事館または責任ある職員の同意がある場合を除き立ち入らないものとすると。で、括弧3領事館の事務所の公文書書類及び公用通信は閲覧または捜査、押収しないものとすると。で、4つ目に、領事条約に特別の定めがある場合にはその規定に従うものとすると。このように書いてあります。まあ、これが根本的になっているんで、もしですね、日本に領事館、領事として、駐在している者に対して、まあ、疑義があるときには、国際犯罪捜査要項の制定について、どのように解釈すればいいですかと、どのように解釈して正当に捜査しているんですかということを求めることは、説明をしてもらうと、まあ日本の警察が説明してくれるか、捜査だから話しないよっていうかは別として、こういうものにのっとって警察は動いているわけですから、ここで制限があるならば、どこで制限されるんですかということを、まあ、聞いてみるのもいいかなということで、私が今回ですね、国際犯罪捜査要項の制定についてということを例記通達を、ご紹介いたしました。もし興味がある方はですね、おのおのその件に多分あると思うんですよ。これは広慶って書いてあるから、広島県警に対して、がこれに基づいてやってるということです。まあ大まかにはとんでもない本当に殺人事件ができたとかね、まあ、喧嘩で誰かが倒れたとか被害者が出たっていう時でなければ、踏み入ってね捜査をするっていうことは、まあ、領事館のものに対することっていうことは、まあ、ほとんどなされないと、資料していいんじゃないかなと思います。
ただしですね、そうだからといって、日本の国内、私たちが住む町の中でですね、傍若無人、無人をね、振るうっていうことはやっぱり良くないんでね、もしそういうものを見かけたらですね、やはり適正に処罰をしてくださいよという意思は伝えておくべきじゃないかなと思います。はい。そういうことでお伝えしました。実際に私も広島、駐広島領事館の、所属する車がシートベルトをしてなかった時には、110番通報してですね、実際に警察官は捜索に当たりましたから。ただ切符を切れるか切れないかっていうのは警察の判断でしょうから、まあ、そこら辺には私は立ち入りできないということです。ただし地域の人がやっぱりそういうことは見たら通報するっていうことになればね、やっぱり少しずつ何らかの形でね、やっぱり日本のこう、法律は守らなければならないですよっていうことのね、認識を深める、まあ、短所にはなるかなということでお伝えいたしました。以上で、今回は、国際犯罪捜査要項の制定についてお話をいたしました。このあともですね、もしこういうことについて調べてほしいよとか、こういうことはね、知っているかとかっていうね、疑問があったらですね、ぜひとも概要欄に書いていただければですね、私にわかることでしたら、皆さんにお伝えしたいと思います。では失礼いたします。